この時間は大阪対広島、こちらをご覧いただきます。ナショナルスタジアムで行われる本日のゲームです。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下、デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。大阪がこの試合は 4-4-2 のシステムです。そうですね、昔から、あるバランスのいいシステムですよ ね。 そうですね。フラット型の場合、システム全体がサイド攻撃主流になりますからね、サイドハーフの連携が大切になってきますよね、はい、また中央にダイヤモンドを作る形でもバイタルを作るためには相手ディフェンスをできるだけ散らす必要がありますから、キープレーになるのは、サイドバックになってきますよね。なるほど、サイドバックの上がりが大事なんですね。この 4-4-2 のサイドバックは攻撃参加の機会が非常に多いですからね、スピードやクロスの精度、その距離も運動量が求められるポジションですよね、おそらくチーム内でも走行距離が一番多いんじゃないでしょうかね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。大阪対広島、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。右のエンドを守るのは広島、左側が大阪。ドーグラス・ビエイラ、マテイヨ・ミッツからターテへのボール、ドーグラス・ビエイラへのボール、奥の抜けましたよ、タメダへ、チェックを受けますが動じません。松本、森島へ、さあ持っていく、さあ右へ預けて、クロスが上がる、ヘディング、ドグラス・ビエイラ、ピンポイントで合わせてきます。いいポジションを取ってしっかり合わせてきたんですけどもね。広島入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。立ち上がりのコーナー必要ですからね。このクリアボール拾いたい、打っていった、ここは打っていきましたね。川村、この距離から打つ姿勢がいいですよね。今みたいに打てるときにどんどん狙っていく姿勢も大事ですけどね。山中、大阪、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、相手が引いているときなんかには有効な戦術になりますよね、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、コースの切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、幸運にも注意に終わりました。深い位置からのセットプレーになります。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。このボールはカットされます。鳥海、一呼吸を置きます。松本、仕掛けるか、森島、ドーグラス・ビエイラへ、この位置で受ける、塩谷、ここは競り勝ちます。亀田、
鈴木、大阪、最終ラインまでボールを下げる。前半の中盤に差し掛かりましたが、まだスコアに動きはありません。松田、また中央へ。強さありますよね。いけるか。奥野、拾いたい。届きましたよ。鈴木、ボールを下げてリズムを作るか。広島奪い返します。野上、野上上がっていく右サイド、絶好の位置で受ける。こぼれた。塩谷対応します。塩谷からドグラス・ビエイラと、ボールは亀田。ボールの奪い合い激しいものがあります。広島ここでファールを取られます。塩谷、今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。まあ次があるとまずいですからね。まだ時間ありますしね。奥野、フリーだ。チャンス。ここでファウルがありました。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。これはカード。これはしのぎたいところ。いい位置じゃないですかね。先制のチャンスですね。大里、ファインセーブでフリーキックを止めます。キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。山中から松田、縦に大きく放り込む。ドグラス・ビエイラ、ドリブルで上がる。ここは自分で突破を図ります。足元のクロス、シュート。ここで前半が終了しました。前半0対0。さあ北澤さん、前半で得点は動きませんでしたね。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、このところで好ゲームを演出しましたよね。大阪対広島、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半スタートです。引き締まったゲームになってますけど、終わるとは思いませんよね、はい、鈴木、奥野へ、亀田へ、松田、もう一つ前に行きたい。ドグラス・ビエイラ、松田、奥野、鈴木、亀田へ、松田、プレッシャー、ドグラス・ビエイラ、サイドを走る、ルーズになる。いいですね。野上、
広島ベンチに動きがあります。今日はもうすでに1枚イエローカードをもらってますからね。奥の松田、亀田、ここは奪います。さあどこに出してくる、シュート、うわー、わずかに左へ逸れていきます。奥の上条、寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。奥のチャレンジはしません、後ろに流す。この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。これはチャンスだ、シュート、わずかに右へそれました。大阪選手を変えるようです。勝負か、スルーパスを出す、ドグラス・ビエイラ、うわ、ドグラス・ビエイラ、素晴らしいグランダー性のシュート。決まりはしませんでしたけど、キーパーが取りづらいいいシュートだったと思いますよ。大阪立て続けに選手を入れ替えてきます。奥の大きく縦へのボール、これ仕掛けるか、行きましたよ。上条ミドルシュートでした。鳥海、サイドのスペースを使います。プレスからボールがこぼれる、おっと足元狙う鈴木、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ソティリュ、裏のスペースを狙う、クロス低い、クリア。広島これは奪い返します。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。体を張ったプレー、広島2本目のコーナーキック、ヘッド、もう一度来た、これは素晴らしい反応でした。いやファインセーブですよね、よく飛びましたね。これこの場面でスーパーセーブです。
広島、今日3本目のコーナーです。大阪、これまで1本、ヘディングでした。広島、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。清武、長いボール縦へ、柔らかいボール、ここはキーパー処理しました。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから切りたかったとこでしょうね。ソティリュ、裏を狙っていきます。クロスはディフレクション、コーナーキックになります。広島、4本目のコーナー、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。左サイド上がります。低い弾道、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。激しいボールの奪い合い、塩谷、ここはファールです。おっと、ここでカードが出ます。広島、今のでイエローカード2枚目となりました。広島、メンバーチェンジがあるようです。塩谷が今日のゲームはカード1枚もらってますからね。この終盤ドリブルで持っていく、右サイドへ振って、どうだ、茶島、ルーズボール、さあボールを追う、ここで丁寧にコントロール、さあ上げられるか、いいプレッシャー、こぼれてますよ。そして今90分間の終わりを告げる笛、試合は延長戦へと突入します。さあ前後半の戦いが終わりました。非常に緊張感の高い状態で90分戦ってきて、そしてさらに30分戦うわけですから、ここは体力勝負になってそうですよね。延長戦どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか見届けましょう。キックオフ、延長戦を制するのはどちらか。マテイオリッチ、鳥海、鈴木、清武、鈴木、船木、船木、攻撃的なサイドバックです。スペースを狙う、いいボールだ、おいい形じゃないですか。スルーパスを狙う、ちょっと伸びてしまいました。上城、サイドのスペースへ走らせる、クロスが入る、川村、矢島、柏へ、
上条、ここで前を向けるか、ボールがつながる、さあ左サイドへ、プレッシャー、ここで延長戦前半が終了します。90分、そしてさらに15分を戦いましたが、未だ0対0、お互いに攻略の糸口が見つからないという感じでしょうか。しかし残された時間はあとわずか15分です。延長の後半スタート。さあこの均衡を破ることができるんでしょうか。ここですね、これ収まればというところですけどね。柏、茶島へ、奥野、さあ左上がっていく、低いクロス、いやこれは見事なゴール決まった。いやーこれは素晴らしい。いやーなんという、ドグラス・ビエイラ、ディフェンスの寄せに合っていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。先制ゴールが決まりました。広島としては大きな1点ですよね、はい、一番のゴールじゃないでしょうかね。そうですね、裏を狙う、裏へ抜けた、カウンターを仕掛けていきます。長いボールを送ります。ボールを戻します。ドグラス・ビエイラ、これはファールです。広島、この1点差で残り時間をどのように戦うのがいいんでしょうか。まず絶対に失点してはいけない場面ですからね、リスクを犯さないことが最優先ですよね。そろそろ時間を稼ぎつつ相手に対応していく形を取ればいいと思いますけどもね。ソテリウがこれはファールを取られました。広島としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。ルーズボールになります。ボールは収まりません。ここはクロス、大迫しっかりと抑えました。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。上条、裏へのスルーパス、茶島、笛です。1対0、広島勝利です。接戦をものにしました。延長での決勝点、さあ試合が終わりました。広島としては延長に入ってからもしっかり攻めてましたし、攻撃意識は非常に高かったですね。こういった試合をものにできるとチームとしても自信がつきますから、価値のある勝利と言いますね。はい、そうですね。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤剛さんでした。
北澤さん、本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。広島1対0での勝利となりました。